霊霊シャバルコは、落語協会所属の落語家。出林、UWF メインテーマ。モン・スズ。本名、松友博士。山口県豊富市出身。山口県立豊富高等学校卒業。大正大学文学部中退。2003年5月、5代目霊霊シャバ風に入門。6月1日、生まること命名され。 全座となる。2006年5月、2つ目に昇進する。2010年3月、第9回佐賀三原、若手落語家選手権で優勝。2012年、第6回落語一番勝負若手落語家選手権で優勝。2013年10月、第28回 NHK 新人演芸大賞で、落語部門大賞を受賞。2003年に同期入門の、 古今帝文菊、柳屋小八、三遊帝都近、桂三木助、龍帝小道、古今帝慎吾、古今帝小間寺、柳屋小平太、柳屋進の助ら10人で、ユニット、天として活動する。2016年から、富士ロック会場、ところ天国で落語を演ずる。2017年3月、林家広木、春風帝山頂、小八、 と金とともに、新内に昇進した。2021年12月、後藤地落語、阿蘇の牧温泉に参加。現地滞在4日間で、新作落語、バルブ職人、偽金の村の2隻を創作し、自らが演じた。バルブ職人は、作家賞を受賞。偽金の村は、当初、偽金として発表されたが、 戦時中の近円落語53種に数えられた古典落語、ニセ金の存在が発覚し、タイトルが変更された。口座が狭く感じるほどの巨体が特徴で、馬まる。この名は入門当時の馬まる。この家庭の事情を知る馬風の妻が、母を訪ねて三千里の主人公マルコから着想した。古典を多く手がけるが、いずれも自分なりのアレンジを加えることが多く、 解作派として知られる。妹弟子であるレイレイシャ、霊霊者美馬は、生まる子が、昨年大会でスカウトし自分の弟子にしようとしたが、妻から、女の弟子はダメだと言われ、自身の師匠である馬風に相談したところ、引き取ってもらえることになった。関連 CD。ありがとうございます。